海軍大鳥山無線電信所は、現在の台湾高雄市、大鳥山区小理路にあった、無線電信所である。大鳥山無線電信所図、大鳥山無線電信所は、日本統治時代の当時において、同等の設備を持つ海軍船橋無線電信所と、共に、日本三大無線電信所の一つと言われている。第二次世界大戦敗戦と前後して、大鳥山招待所となり、 中華民国海軍名徳訓練班が使用。名徳訓練班解体後は、高尾県村文化発展協会が委託管理しており、週末には一般開放されている。2004年に6月7日に、歴史建築に、2007年に県指定の戸籍に、2010年8月30日に国指定の戸籍に指定された。 海軍が千九百十七年に建設した無線送信所で建設当時は日本三大無線送信所と呼ばれ船橋送信所と同規模の施設を持っていた第二次大戦後は大鳥山招待所と改めて使用されたが名称こそ招待所であったが海軍総部隊湾工作隊が逮捕した政治犯 思想班の公金、取り調べを行う施設であった。1962年に当時に海軍共同センターが発足、1972年には明徳訓練班と改組軍内の処位、区列分子の取り締まりを行っていたが、2001年頃、解体となった。明徳訓練班解体後、文化遺産に登録、2007年前後に高尾県政府が、 高尾県県村文化発展協会に維持管理を委託、年末の県村文化説の際のみ、一般公開されていたが、高尾市文化局の評価を経て、月曜を除く毎週火曜日から、日曜日の9時から17時の間の公開となっている。ありがとうございます。